えーとそれでは改めまして、グーテンベルグにコ,コードでコントリビュートするための環境作成ということで、learn.wordpress.org のオンラインワークショップを始めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。はい、えっと、今日やることです。今日はですね、まず全体の紹介、今これが全体の紹介です。えっと、自己紹介をスピーカーの人にしてもらって、 えっと、グーテンベルクのコントリビュートをするために読んでおいておいた方がいいリソースのことをご紹介し、えー、その後実際にグーテンベルクのコントリビュートをするための環境を作るというところのご案内をします。私の環境は一応もうできてるんですけども、それをちょっとご覧いただきながら、どんな感じかなというのをご覧いただこうと思っております。で、さらにそこから今度はグーテンベルクへのコントリビュートの流れというところで、ここでちょっとゲストの浜野さんにですね、 えっと、以前にメガミートアップというところで紹介いただいてた動画、これのリソースも紹介するんですけども、の内容がとても良かったので、その内容を改めてちょっとお話しいただこうかなと思っております。で、実際に、じゃあもうコントリビュートをやってみようということで、おそらく時間内には終わらないんですが、どんな風にコントリビュートの一周から、えっと、PR、プルリクエストを作るのかみたいなところの、 えっと、触りの部分ですね、おそらく書けるとこまではいかないと思いますが、いけたらラッキーぐらいな感じで、えっ、ー、と、そのあたりのこともご覧いただこうと思っております。ということで、どうぞよろしくお願いします。もし途中質問等々ありましたら、あのチャットで投げていただいても結構です。あの、一応これ、録画になっておりまして、これが wordpress.tv の方の、えっ、ー、と、ワークショップ、オンラインワークショップのところに、えっ、ー、と、ホストされて公開されるようになりますが、えっ、ー、と、途中に、 質問が挟まったとしても全然良いかと思いますのであの、お気軽に質問等々いただければと思います。はい、じゃあ自己紹介です。えっと、私です、メガネと申します。えっと、今日はここで、あのみんなの wordpress.org の、えっと、ページを開いております。今は、えっと、スポンサードコントリビューションという形で、あの会社としても、えっと、いくつかのメンバーを うんと仕事のいくつかの時間であのワードプレスのコントリビュートしてくださっていいですよっていうふうにしています。この今の活動もそれに含まれているかなという感じです。どうぞよろしくお願いします。続きまして、えー、っとトロユニさんお願いしますはい。はい。トロユニットこと、あ、ラ部と言います。よろしくお願いします。まあ、一応あの、まあ、会社でも、まあ、いろいろグッテンベルグのことはやったりしてるんですが、そうですね。まあ、主にフロントエンドのことをやってたり、まあ、あと、 一応、グーテンベルグの方は、一応、グーテンベルグチームということで、えー、まあそうですね、あの、トルリ,リックとか、ちょっと出させてもらってます。よろしくお願いします。お願いします。トロウニさんは、グーテンベルグのコントリビューターの一人っていうふうに考えていいんですよね。あ、そうです、そうです。つまり、えっ、ー、と、マージする権限がある。あ、一応あります。一応ある。一応ある。まあ、もちろん、その内部的に、本当にするかどうかはさておいて、はいはい あの任せられてる人の一人ってことですね。うん、はい。そうですありがとうございます。で、さらっと、えっと、ゲスト紹介ですが、浜野さんです。お願いします。浜野さん、ちょっとだけ自己紹介どうですかあはい、えっと、浜野といいます。えっと、フリーランスとして活動してまして、普段はワードプレスサイト、制作、開発を行っていまして、えっとまあ、コントリビュート活動としては、主にグーテンベルグプロジェクトへの構造への貢献という形になっています。 浜野さんもコントリビューターの一人になるんですかそうです、なると思います。じゃあ、一応そのマージできる権限の人ってことで、今日は2人もその方に来ていただいてるんで、でねはい、安心感が違います。わかんないこと、どんどん聞いてみましょう。浜,はい、浜野さんは一応、グッテンベルのコアチームっていう。うん、コアチーム。うん、うん。ありがとうございます。ますじゃあ、最後、ミミさんも,もう少しいかがでしょうかはい。 こんばんばはミミですすよろししくお願いします<あ>私は Web、えー、と UI のデザイナーの方もやってるものなんですが、えっ、ー、と、ワードプレスを特にグテンベルクへのコントリビュートは趣味でやっております。はい。<laughs> 今日も楽しみたいと思って参加してます。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。 はい。えっ、ー、と、後から来られた方も何人かおられるようなので、もう一度、あの、チャットの方に、この今のスライド貼っておきます。今日、このスライドを元にやってますんで、えっ、ー、と、ご覧になりながら、えっ、ー、と、ご参加いただければと思います。よろしくお願いします。はい。じゃあ、えっ、ー、と、今日の流れ改めまして、自己紹介まで終わりました。で、全体の紹介に戻ってきまして、えー、この後、いよいよ本題でスクーテンベルグにコントリビュートするために読んでおいた方がいいリソースから始めていきたいと思います。あの、ここはね、 リンクの紹介です。はい。あのー、なぜなら、これを読み出すと、それだけで、 丸々1日ぐらいかかりそうな気がするからです。<laughs> ちゃんと読みながら <laughs>、ちゃんと手を動かすとですね。はい。あのー、で、このコアグーテンベルクにコードで貢献してみようっていうのが、先ほどご紹介した浜野さんがメガミートアップの中で YouTube で紹介されてる内容になります。あのー、細かくチャプター分けされてますし、とても分かりやすく紹介されてますので、まずこのあたり読んでいただくと、 そもそもコントリビュートって何みたいなところが分かっていただけるかなと思います。今日この後ですね、コントリビュートの流れっていうところで、えっと、改めてお話いただこうかなと思っております。はい。で、えっと、もう一つ、えっと、もう二つか。ブロックエディターハンドブック、コントリビューターガイドとコード,コードによるコントリビューション入門っていうのがあります。えー、それぞれですね、日本語化がされております。日本語化してくださった皆さん、本当にありがとうございます。 助かりますあの、こっち側に、次のページに、英語のリソースを全部書いたんですけども、この英語のリソースをもとに、それぞれが翻訳されておりますということになっておりまして、今日は、コードにフォーカスを当てたコントリビューションの環境作成っていうところなんですが、この翻訳っていうのも、あのコントリビューションの一つとしてありますので、あこっちの方が興味があるわという方は、それはそれで大歓迎です。<laughs> ぜひあの、ご参加いただいて、一緒に作業いただければなと思います。 で今日、たまたま参加いただいている立花さんとかが、えーと、ドキュメントの翻訳とかは、えー、と主リーダーとしてやっていただいてますし、えー、と浜野さんも一緒にやられてますし,し、その他の人にもいろいろと参加された方もおられるということです。ぜひ、えー、とこちらのあたりをご覧になっていただいて、今日はあの当然なんですけど、全部が全部、何て言うんですかね、事細かに説明できませんので、あの 詰まったところとかはハンドブックを見ながらやるときっとより良くなるんじゃないかなというふうに考えておりますというような感じですはい。でお待たせしましたいよいよ、えー、グーテンベルグの環境を作るぞというところに進んでいきたいと思いますはい。えー、とここなんですけどもいきなりで恐縮なんですが あ,のであんなにドキュメントのことを言ってたのにって話なんですけども、ドキュメントではおそらく WPM をもとにワードプレスの環境を作りましょうねっていうのが主軸として書かれてると思いますが、今日ちょっと新しい方法のワ、えードプレスプレイグラウンドっていうものを使って、しかもそれを VS コードから動かす、ワードプレスプレイグラウンド 4VS コードっていうものを利用してワードプレスの環境を作るというところから始めていきたいと思います。 あのグーテンベルクの環境を作るのに何が必要かっていうと、まず自分のパソコンの中でワードプレスを動かす環境、まあ、ローカルの環境とかって言いますけども、まずそれが必要になりますと。で、えー、次に、うん、とグーテンベルクをファイルとして、要素として集めてきたものをコンパイルするための環境、これが Node.js がどうしても必要になるんですけども、のインストールっていうのが必要になります。 で、今申し上げている通りの、グーテンベルクのデータを取得して、まあ、今後プルリクエストを出すとかまでいくと、まず Git が使える必要がありますよということになりまして、この3つが主に必要な環境の中で準備するものということになります。Wordpress と Node と Git っていうものですね。で、あの、それぞれ、えっ、ー、と、今回のこの コントリビューションのためにだけに必要というわけではなくて、応用がかなり効きます。例えば、Node.js の環境があって、えー、とバージョンをコントロールを変、で、ノードのバージョンを変更しながら何かしら開発を進めるということは、特にワードプレイス以外でも、フロントエンドのことを触ってられたり、SAS でコンパイルするとかっていうだけでも、最近は Node.js 使うことがかなりありますので、なんかそういった意味では、ここで学んでおくと、これから先にも汎用性があっていいのかなと思います。 また Git については、あの今日は全部説明することはしませんし、Git がありますよねぐらいのご紹介で終えてしまうんですけれども、Git を使えるということと、プルリクエストができるっていうことは、えっ、ー、と、昨今の開発においては、なんていうんですかね、基礎の内容として含まれることが多くなってますので、えー、とこのあたりも、ワードプレスのコントリビューションを学んだら、ついでに学べてラッキーぐらいのモチベーションでですね、あの考えていただくといいかなと思います。 はい。えっ、ー、と、喋りすぎてもあれですから、早速いきましょう、ワードプレスプレイグランド。トロさんも引き続き、トロさん、喋れるようになってもらっていいですか僕がこの先も漫談続くと、さぶしいんで。<laughs> <laughs> お願いします。はい。えっ、ー、と、まず、ワードプレスプレイグランドって、ダーニーっていうのをちょっとだけ触れときたいと思うんですけども、トロさん、なんすか、これ。そうですね。あのはい こと、まあ去,まあ、去年から今年にかけて、あの彗星のように現れた、あのワードプレスの新しい実行環境、うん、技術的にはウェブアセンブリーとかいうものを使ってやってるんですが、はいはい、これが、要はどこでも、ブラウザでも動くんですね、まず今はです、ね、意味がちょっと分かんないと思うんで、ここだけ紹介すると、ここに今、ワードプレスがなんか動いてるように見えるじゃないですか。 でまあ、実際動いてるんです、こうやって。でブラウザー上で全部動いてるんですよね。これはですね、あのー、どこにもサーバーがあって、なんかサーバーのリソースを借りて動かしてるとかじゃなくて、今、私のこのブラウザーの力だけを使ってやってるんですよね。いわゆる PHP とか、うん、そのデータベースとかの部分もすべてあのサーバー上で WebAssembly という仕組みを使って、まず動いてますというものです。 この w e b アセンブリーっていう技術は結構出てきて、まあ結構、まあ、新しい技術なんですけど、これが便利なので、うん、あのブラウザ以外でも実は動きまして、今回はその技術を使って、うん、VS コード上でもそれができるというところですね。ワードプレスどこでも動いたら便利なんじゃねっていうプロジェクトから。 それじゃあ動かして動いたよ。ブラウザで動くようになったよってなった瞬間に、じゃあエディターで動かしちゃよくねっていう人が出てきて、で、エディターで動いたよ。あ、じゃあこれで開発できるねってなったのが、ここ1年ぐらいでとてつもない進化をしているというとこですね。で、これはですね、<laughs> あの今からお見せします。まあまあ、もういいんでお見せしましょう。えっと、あの、ここにですね、あの、いつもの、えっと、 VS Code の拡張機能がありますね。私もいろいろ入れてるのがあります。で、この中でですね、えっ、ー、と、WordPress のプレイグラウンドの、えっ、ー、と、プラグインがあります。いっぱいありすぎて分かんないですね。どこだろう。あ、これだ。WordPress プレイグラウンド for VS Code ですね。えっ、ー、と、単純にここで、あの、WordPress プレイグラウンドとかで検索すればちゃんと出てきます。で、これをインストールしていただくと、ここに WordPress マークが登場するんですね。登場します。はい。で、 えっと、今、スタートしてた状態なので、ストップしましょう。で、こうすると、スタートワードプレスサーバーっていうボタンが出てきますという形です。で、えっと、プラグインかテーマをまず、えっと、VS コード内で開きます。うん、とプラグインかテーマを VS コード内にフォルダごとボコッと入れて開いてください。でこの状態に置いて、えっと、スタートワードプレスサーバーをポチッと押すと。そうすると、はい、立ち上がりました。 えと今、ブラウザに勝手にワードプレスが立ち上がったんですが、これがもう、その先ほどのプレイグラウンド、ウェブアセンブリの機能を使って、VS コード上で動いたえーワードプレスがブラウザで表示されているという点になっているということです。で、さらにすごいのは、ここ今、グテンベルグのプラグインを設定して開きましたので、グテンベルクが有効化された状態になっていると。 いうのがまたすごいところでして、これは何もグテンベルクだけじゃなくて、テーマを開けば、そのテーマが有効化している状態で、その他のプラグインを入れれば、その他のプラグインが有効化している状態で、ワードプレスが立ち上がるという内容になっております。伝わります <laughs> あの、今、え、何それはってなってる人は、大体正解です。で、私も似たような気持ちでやってますが、このように動きます。ので あのー、今までの、えっ、あのー、なんかこう、ドッカー持ってきて、何とかして、何とかしなかったんじゃないんですかみたいなのは、一旦忘れてもらって大丈夫です。これだけで動きます。っていうのが、今、盛り上がってますので、お,、あのー、お試しください。で、あのちょっとやってたん、分かったんですけども、まず、えー、テーマもしくはプラグインの何かフ,フォルダを、えーと、VS コードで開いた状態で起動しないと、ワードプレスが起動しません。 えので、からの状態で WP のマークポチッと押しても、えフォルダーないから無理よというエラーが出ますので、えっと、そこだけ一旦気をつけください。あと、なんかおかしくなるパターンがあります。あの途中で VS コードバコン消しちゃったりとか、なんか設定間違ったりとかしておかしくなるケースがあります。えー、その場合には、えー、とご自身の パソコンのルートトディレクリからユーザーのところユーーザディレクトリですねユーザーディレクトリに、えー、.wpnow っていう付加紙フォルダーが出来上がっているはずです。で、この中の情報をも、えー、とにローカル環境を作りますので、要はここにいくつかのファイルをキャッシュストックでか保存しておくことによって、2回目以降より高速に、えー、とローカルの環境が開くようになるんですが、一旦これをごっそり削除してください。 えー、そしたらまた完全に初期化された状態で立ち上がりますので、えー、そうするとあの安心かなと思います。ぜひお試しになってください。はい。で、えっと、私ももう立ち上がりましたんで、あ、ここさらにですね、ここ PHP のバージョンも変えられます。はい。嘘みたいですけど、今 PHP のバージョン変えました。変えたんですよね。なんかすごいですよね。どこに PHP おるんやろうかって感じですけど。 えー、サイトヘルスに行きまして、うんと、後で見ますけども、あの、PHP のバージョンを見ると見事に変わっております。はい。ちょっと時間がかかるんで、次行きましょう。はい。あ,あ、もう来た。すごいね。これも、サイトヘルスも何気すごいやつですよね。瞬時にそのサーバーの情報めっちゃ通ってくるみたいな。はい。バードプレス8.0になってるのが分かります。そして今、8.0に私変えましたね。変えてました。大丈夫です。合ってます。はい。なので、8.1にします。 8.1、はい、になりました。えー、8.1になったので、ここでリロードすると、8.1になってると。なっててね。なってる。すごい。ってことになります。すごい便利ですね。はい。じゃあ、これで環境のワードプレスは出来上がりました。はい。で、次が問題です。ねえ、トロニーさん。ええー、次がね、大変ねノード JS が問題ですね。あのー、 もうすでにノード JS インストールしてるよっていう人もいらっしゃるかもしれません。ただ、問題は、普通にインストールしてあったとしても、えー、グテンベルクを開発するためには、グテンベルクの推奨のバージョンにバー、ノードのバージョンが合わせてない限りは、基本的には動かないということに一応なっているというところがポイントになっております。で、えっ、ー、と、現在の、えっ、ー、と、グテンベルクの、現在、今日ですね、えっ、ー、と、2023年10月25日現在においては、えー、16が、 え推奨されているということになっておりますので、16にしないと、えー、いけません。えー、ちなみに、今日か昨日か発表があり、またバージョンの推奨が変わるですね、トロンチさん。えっと、正確に言うと、そうですね、グーテンベルグが今、ノード16っていうバージョンで開発がされているっていうところですね。はい。で、ノード JS 自体は、まあ、最新版が確か21ってバージョンなんですけど、うん、まあ、それはもう開発版で、で今、うん、いわゆる安定版。 みんなこれを使いましょうってバージョンが、おとといぐらいまでが18っていうバージョンで、今、20ってバージョンになりました。なるほど。いわゆる2個古いんですね。20、18、16ってことですね。なので、普通に Node.js っていうのを調べて、公式サイトからポチッてインストールすると、ちょっとバージョンが合わないっていうのが、なります。 で、そこでじゃあどうすりゃいいんじゃろうってことになりまして、あの、ノード自体のバージョンを切り替えるツールを入れる必要がありますよねということになります。えー、っと、伝わりにくいですね。ここの概念がすごくわかりにくいんですけど、えー、っと、ノードにはまずバージョンがあります。で、ノードをバージョンを切り替えるツールを入れます。はい。それによってノードのバージョンが切り替えられて、えー、っと、そのパソコンの中でも、ど えっと、グーテンベルクの16に合わせることができますというツールです。まあ、さっきのワードプレスプレイグラウンドで PHP のバージョンを切り替えてたじゃないですか、うん。はい、はい。うん、まあ、あれとやりたいことは一緒ですよね。うんねはい、話が。でですね、えっ、ー、と、うん、いろいろなノードバージョン切り替えツールあります。で、そのご自身で好きなものがあって、それを使ってこれでいいよという方はそれで結構なんですが、えー、一応ここでご紹介するのは NVM。えーと NV M というもので、ノードバージョンマネージャーの略かなを、えー、とご紹介するということにします。えっ、ー、と、こちらも、うんと、インストールの方法が、えー、とあります、うんと。ここですかね。うん、インストールスクリプト等々も用意されてますから、ここからダウンロードいただいてとかの方がいいんですかいや、違うな。<の>これだ。その下に、ね、もうですカールとかダブルゲットの。はい ンンドを叩くとインストールされまますすっていうのがありますあこれポチってコピーしてご自身のパソコンでポチってやってください。<laughs> そしたらいけるはずです。で、使い方的には、えー、とそれによってノードのバージョンが入りますので、ノードのバージョンの切り替えはううですこれだ。これですね、えーと。これをインストールすると NVM というコマンドが使えるようになります。で、NVM インストール。 えーと16ですね。っていうのにすると、16レイテストとかって書き方はありますかね,、えっと、ね ?NVM インストール16で入れると、16. 点いくつの最初が入ります。なるほど,るほどじゃあ NVM インストール16としていただいて、うん、で NVM ユーズ、えー、ノード16とかってするのかなそうで,すですると,、えー、と、16が使える。 れれるよううにななりりままますすととといここでたがつ壁ちなみにこれがえっと先日の <laughs> ミニコントリビューションではうまくいかない方がおられなかなかこれによって進まなかったという内容があります。で結構我々も詰まったりします。どうかうまくいきますようにっていうところで。 分かんない方は個別になんかメッセージか何かください、一緒に悩みましょう。<laughs> はい、もうそれ,それしかないんです、実は。人によっていろいろなので。はい、一応、グーテンベルグそのものは NVM を使、あの推奨はしているので、はい、NVM をインストールした状態で、グーテンベルグのリポジトリを開く,、うん、開くと、あのうん、そのままノード16にインストールされていれば切り替わります。 あ、な,なるほど、なるほど。なので、一回設定してしまえばっていうところですね。はい。お得です。えー、あと、Windows は NVM がないんです。うん、えじゃあ、参加できないのっていうのがあるんで、いやいや、参加できますよってことで、一応最近だと Volta っていう、うん、えとこれ実は Mac でも使えるんですが、ちょっと今回話がややこしくなるんで、あれですけども、Volta、うん、の中に Windows 用のインストーラーインストレーションの、あの、 ソフトというかインストールのインストラーがあります。で、ここでダウンロードいただいてインストールすると、あの私の Windows の環境ではちゃんと動きました。で、ノードの切り替えができました。ので、えっと、こちらを利用いただくのが、えっと、簡単かなと思います。天野さんは Windows ユーザーですけど、なんかおすすめのノード切り替えバージョンとか,なんかご注意いただきたい点とか何かありますかそうですね。 たくさん種類使ったことないんですけど、うん、今はボルタを使っていて、Windows ホスト OS 上でもちゃんと動いてますし、うん、WSL という Linux 環境を Windows ホスト OS 上に構築できる、まあ、Windows の機能みたいな中でも、うん、WSL の中でもボルタはちゃんと動いてますので、ボルタがおすすめかなと思います。はい、おすすめかなと。はい、はい、ありがとうございます。ということで、えっ、ー、とー、 NVM もしくはボルタなどなどを使って、えっ、ー、と、ノードのバージョンが16になるようにしていただきたいというところになります。えっ、ー、と、今、私もここに、んと、ここかな、えっ、ー、と、文字を大きくして、して、えっ、ー、と、ノード -v ってすると、今16.20というのが出てますので、えっ、ー、と、ちゃんとワードプレスが推奨する、あ、グーテンベルクが推奨するバージョンにノードが合っているという状態になっております。 このバージョンはおそらく今年中に多分,変わ多分変わるかなみたいなディスカッションがあったりします。えっ、ー、と、グーテンベルクが推奨するノードのバージョンが開発、今16で開発してますけど、それが20にするのか18にするのかみたいなディスカッションが今、これているので、まあ、それも楽しんでもらえればなとは。わかりました。はい 今あの、10分前ぐらいに動きました。便利ですね。すごいですね。っていうのが来てるんで、きっとみんなあのプレイグラウンドでワードプレスが動いて、わーってなったのかなと思います。いいことですね。<laughs> あの今日それが紹介できただけでも良かったような気もしています。はい。えーと、じゃあ次行きましょう。うん、とで、えーと、ノードが入りました、うんと。で、ワードプレスも動きました。まだ何も始まってないんで、次ですね。えー、と次、Git が必要になります。で、うん、Git は、 あのこれはこれで Git のコマンド、もしくは Git のクライアントアプリが必要になりますということになっております。Mac であれば、コマンドラインツールをインストールする時えとき、要は黒い画面で Git って入れたら、なんかコマンドラインツール入れとかないとだめじゃねみたいなのが出て入れるっていう手順になってたりとか、Windows だとこの GitSCM っていうところから、実際の Git のアプリケーションをダウンロードしてインストールするみたいな。 内容があるんですけども、なかなか面倒ですというか、最初から黒い画面でやるのも大変かと思いますので、えっと、GUI でやる人は GitHub デスクトップ、あのアプリケーションでマウス操作で Git が使えるものがありますので、えっと、こちらでも十分対応いただけるかなと思います。はい、どのみち GitHub 上にグテンベルクのリポジトリがありますので、なぜ GitHub のアカウント必須となりますから、 合わせて GitHub のアカウントをお持ちでない方はこちらも取得てくださいという内容になります。えっと、今お伝えした通り GitHub のアカウントが次に必要になります。何しろですね、この g u t e n b e r g っていうものの議論やらファイルの更新やらの全ての管理をクラウド上にまとめているのはこの g u t e n b e r g の GitHub 上のリポジトリというところになります。そしてコントリビュートするっていうのはここに対してイシューを書いたり えー、プルリクエストを行ったりするという内容になりますので、えー、そのあたりのためにも、うん、と GitHub のアカウント等々をご準備いただきたいという内容になります。あともうちょっと詳しいことをしている人は GitHub CLI とか、あと GitHub に SSH で接続するとかいろいろあるんですけども、えー、そのあたりも GitHub デスクトップがあれば、とりあえずダウンロード、クローンはできますので、えー、こっちの方が簡単かなという話もあります。<laughs> えー、そして、えっ、ー、と、リポジトリからのフォークしてクローンですね。ここについては、その GitHub のお作法として、えー、プルリクエストをするまでの流れっていうのを学ばなければならないというところがあります。えっ、ー、と、具体的にはですね、今、ここにグーテンベルクのリポジトリがありますが、えっ、ー、と、ここの 内容にいきなり誰かがコミットしたらすごく困りますよね <laughs>。例えば私がここに新しくどんどんコミットし続けたらみんな使ってるのに変なことになってしまいますと。なので、このグテンベルクのリポジトリに直接働きかけるんではなく、これをまず一旦自分のアカウントの持ち物にするっていうのがフォークという内容になります。で、フォークしてからその内容において自分でコミットし、そのコミットの内容を えと本体に取り込んでくださいねってお願いするのがプルリクエストという流れになります。えっ、ー、と、この一連のプルリクエストの流れみたいなものがきっと分かりにくいと思います。最初分かんない人は。で、えー、とそこの部分の内容については、うんうん、こちらですね、えー。よいしょ、よいしょ。あの、手前みそなんですが、よいしょ、ここの、 MGN ナレッジっていうところに Git の使い方とかリモートリポジトリの使い方っていうのを全部無料で置いてありまして、えっと、フォークっていうのは何かっていうと、今まであったものをバンって自分のとこにする。で、フォークしたものを自分のパソコンにクローンする。ここまでがクラウドで、こっちが自分のとこですね。で、えっと、そこで新たなコミットを作る。で、それをプッシュして自分のリポジトリに持っていく。で、 これをどうか本体のリポジトリを取り入れてくださいなっていうのがプルリクエストというものになります。わかりやすい。今初めて自分のリソースを自分でうまく伝えたい気がしますが。えっとっていうことになって、このあたりの説明、えっと、このコース、リポジトリ操作コースの中に全部ありますので、えー、もしよろしかったらこちらも合わせてご覧になってください。はい。ということで、 えー、ここまでが環境設定というか環境構築の内容になります。で、出来上がったらどうなるかっていうと、こうなりまして、今、このフォークしたものをクローンしたのがここです。ここ。で、GitHub の状態のものがあると。GitHub でファイルを押してきたものがあると。で、ここで、npm run dev でやると、えー、今のこの状態が、えー、とコンパイルされて、 グテンベルグのプラグインの中身に正しいその一つにまとまったもしくはいくつかのギュッとまとまった JavaScript になるプロセスがこうやって走ります。今ブリーディングプロセスってありますね。この中にはですね、例えばパッケージ図の中に、えー、ブロックライブラリーっていうところがあって、ここの SRC のところに行くと、ここに見慣れたボタンとかカレンダーとかカラムとかなんかあるんですけども <laughs> カバーとか カバーブロック、ここですね、この子ですね、カバーブロック。で、えーと、こういうところにある全部のブロックがバラバラにファイル化されたものが、えー、と全部今、ひとまとめになって、えー、とグーテンベルグのプラグインの中で、えー、サクセスって出てますけども、よかったねっていうふうになるみたいな形になっています。で、これをやるために、あのノードがいるという状態になっております。はい で、あ、ごめんなさい。うん、で、グッテンベルクものすごいファイル数があるんですけど、あるね。だからあの、ドキこの、グッテンベルグのドックスってところにのえー、コントリビュー、えー、浜野さん、どこでしたっけ <laughs> なんか、そのディレクトリのがの一覧というか、このディレクトリは何だよみたいなのって、どこありますした、ね、探,し探してみます。ありがとうございます。ありました、確か。はい。あ、これかな今、ちょっと。あ、ありますね。あの、チャットに。 はい、おお、フォルダーストラクチャー。これが何をやってるよっていうのがざっくり書いてあります。うんうん、でまたあの、このパッケージ図以下がそれぞれサブパッケージみたいになってるんですが、ちゃんとそこにもリード・ミーがそれぞれ書いてあって、このパッケージは、うん その何をするやつだよみたいなことはそれぞれ書いてあるので、ちょっと眺めてみると、ああ、こんなんなってんだなみたいな分かって面もいかなと思います。思、まあ、いっぱいあるんで、あれですけど、うん、私が少なからず気づいたのは、まあ、このパッケージの何かを触るっていうのがほとんどだなっていうふうな気がしてますけど、私的には。それは偶然ですかほぼそうです。そうですよね。そんな気がします、ね。えーうん だいたいパッケージ図の中のなんかブロックのエラーであればこのブロックライブラリーの中の,の SRC の中のこのブロックの中の何かみたいな気がしますよね。そうですね。っていうふうに見ていただけるとよさそう。またこの、えっと、ちょっと話は飛びますがグテンベルグのあのこういうコンポーネント単位のものであればこのストーリーブックっていうのがあるんですね。 ありますね。あります。で、えっ、ー、と、この、分かりますこれ、見たことありますね。あの、中央寄せとか、左とか右とかになるやつ。これがなんかエラーだぜとかなった場合にはですね、えっ、ー、と、ここのドキュメントとかを見るとですね、ここが何なのか、どこのファイルのどこにおるのかみたいなものが、いろいろと書いてあるというふうになっておりますので、このあたりも合わせて見ると、目的のところにたどり着く可能性が高いと。 いうことになっていきます、はい、で、いきなりでも困難んんできないと思うので、えーと、ここで浜野さんの登場です、えー。どうしたらコントリビュートに近づけるやろうかという話でですね、えーと、コントリビュートの流れみたいなところをちょっとお願いしたらいいんですけど、お願いできますかわかりました、はい。画面出しますあだい見えてるので大丈夫です。大丈夫はい。 これ外と昨年のメガミートアップであの自分が話したセッションの1スライドなんですけれども、うん、いきなり、まあ、グーテンベルグにコントリビュートしようということでバリバリはコードを書くのはものすごく難しいと思うんですね。で、まあ、自分個人的にはあのコードで貢献するイコールコードを書くというわけではなくて、うん、まあ一番の目的はまあ問題課題を解決することなので、まあ、それにつながる行動ができればいいかなと思ってまして。 でまあ、そのまあ最終形態としては、コードを書いてプルリクを提出することなんですけれども、そ,のそこに至るまでに、まずはあの一番大事なのは、異臭を読むということかなと自分は思います。うん、まあちゃんと英語で何が書かれているかを理解して、さらに技術的に何を言っているのか確認して、さらにあとはそれが本当に問題なのか、あとは100%再現できる手順があるのか。 これは本当にグーテンビルグの問題なのかなどをちゃんと正確に洗い出すことがまず第一ステップだと思います。そこからのその石をテストしたり、例えば、I was able to reproduce it みたいな再現できましたみたいなコメントを入れたり、もしくは自分で新しく見つけ意石を立てたりして、慣れていきながらコードを読みながら続けていくと、あ、これなんかできそうやなっていうのが。 見つかると思うのでそのタイミングでプルレックを上げていけばいいんじゃないかなと思っていますはい、ありがとうございます、はい、ででそんないい言いは張るけどそんな急にはできませんよっていう方に朗報なのが <laughs> 今日ちょっとそれをやってみようっていうのが今からの話になりますでですねちょうど良いイシが立ったるんですよ あ,浜野さんありがとうございます。えっと、これがあのグローバルスタイルズカスタムカラーネームスウィズ w i t h n u m b e r s a t エ e n d a n o t r i f l e c t e d なんですけど、えっと、我々日本人なんでね、難しいんですが、今日これのイシューを書いてくれたミミさんがいますから、ミミさん、まずはちょっとこれを紹介してもらっていいですかはい、本当にたまたまなんですけど、昨日かな 見つけたバグがあって、その一週なんですね、これ。これで、私、そんなに上手じゃないんで、いきなり日本語に翻訳していいですか、一旦。はい、どうぞ。はい。うまく翻訳されるかな。はい。はい。あの。そうですね、その日本語も読んだら、方がいいかな。カスタムカラーを追加するっていう機能が、あのサイトエディターに。新しく搭載されたサイトエディターの方にあるんですけれども。その、えっと。 名前を付けれる、ね、色の名前を付けれるんですが、その末尾に番号が付いてると、うん、えとちゃんと色は保存されているんだけども、ちゃんと反映されないっていうバッグが出ました。何ということでしょう。と、はい、いうことでしょう、ととこれがビデオなんで、これ再生すると分かりやすいですよね。はいそうしていただいて、実機でも全然や,るやれるんですけど、あのこの、 動画を撮っとくっていうのは結構大きくてそれ、私も英語片言なので、ちゃんと説明する自信ないから、あの動画を見てもらったら分かるように、えーと、必ず道路側を添えるっていうのは結構ポイントかなと思います、一週の報告のと、はい、あとは、環境情報ですね。どういう条件でできましたっていうことをきちんと書く。ね、あと,、えー、と、これ全部あのフォーマットがあるんで、それの通りに書けばいいんですけど。 はい、そうなんです。これも説明しときましょう。ちらっとだけ。この異臭のところですね。はい、えっと、優しい設計にちゃんとなってまして、うん、ニュー異臭ってやると、君の異臭はどんな異臭なんだいって言われます。で、これバグレポートですかね。はい、でゲットスターティットってやると、ここにもう、その、何なんだいっていうのを、ここにこう書いてね、うん、こう書いてねっていうのが出てきます。うん。ありがたい。 これに伴って書くと、他の人が見やすい。そうですね。<で>漏れなく書ける感じになっております。あ一応内容だけさらっと説明すると、はい、最初の、まあ、上がタイトル、が、まあはい、ですね。うん、でそのディスクリプションが、まあ、概要、説明ですね。要は、その,リクの,リ,クのリクの問題の説明が、うん、をするのがディスクリプション。はい、ででその後、はい もう、ステップバイステップで、リプレベーション、うん、インストラクション。要は、再現手順。うん、もう、だいたい、僕ら、僕らだいたいこのページに行って、これを押したら、こうなりますよ、みたいなことをよく書くんですが。うん、えで、最後に、最後に、この、最後じゃないですね。この、で、その次がスクリーンショット、まあ、スクリーンレコーディングコード、うん、スニペット。うん、まあ、まあよ、まあ、読んでそのままなんですけど、まあ、スクリーンショット貼ったり、 あと、スクリーンレコーディング。これ動画ですね。うんうん、まあま今、まあ Windows とかでもサクッと今動画撮れると思うんですが、それそのままここにドラッグドロップするだけで、うん。ええ、何でも大体使い、うん、できるので、うん、めちゃくちゃ楽です。うん、まああと、そうですね、管理画面から CSS を書くとか、あの、ブロックそのものを入れたらバグるみたいなときは、ここにそのブロックのコードを入れたりするのがいいんじゃないかなとは、思ってます。 で、最後のこの環境情報、うん、エンバイルメントインディフォー。ええ。ま、さっき説明があった通りで。で、まあ、今、このミミさんの一周だと、うん、そのワードプレスの RC2 で起きた話なんですが、まあ、普段、普段はそうですね、まあ、ワードプレスのバージョンと、そのグーテンベルグのどのバージョンで起きたかみたいなのも結構書くことが多いかなという感じですね。はい、うん。うん。そんなところです。はい。で、あとは、 リポジトリ内の既存の問題を検索しましたか、はいえー、グーテンベルコを除くすべてのプラグインを無効化した状態でテストしましたかというのが出るということですね。ただ、はい、あのこの全部の問題を検索し,、まあ、したといっても結構、今1週間5000件ぐらいあって、あとは確かに把握はできないでから。かに5000以上って書いてある、はいまあ。とりあえず1分ぐらい調べて、まあ、1分から5分ぐらい調べてなさそうだなと思ったら。はいはい 書けばいいいんじゃないかなかそれが重複してたらあの、それこそコアのメンテナーの人たちが、うん、あこれはこれと同じだよとか、うん、類似の問題だよねとか、うんその、マネジメントしてくれるので、はいあのま、怖がらずに書いていいのかなと。わかりました。じゃあ、せっかくなんで、えっと、今ですね、今、あの浜野さんが言ってくれた石を読む石をテストするっていうのがありましたから。 うんとこの異臭を見つけた私がテストしてみたいと思います。無事に再現されるかどうかですね。えー、と <laughs> やってみましょう。うん、とまず、えーと、今いきなり僕翻訳環境になってるんで、全く挙動が違う可能性がありますが、<laughs> まあ、あえてこのまま行ってみましょう、うんえと。外観のエディターに移動します。エディターに移動、外観のエディター。はい、移動しました。 ちゃんと。で、スタイルに移動します。スタイル。はい。で、スタイルのパレットのとこまで進みますと。はい。きましたよ。で、ここでカラーに行きます。カラー。で、えっ、ー、と、パレットをクリックします。わかりやすいですね。ちゃんとしてますね。はい。で、えー、名前、ネーム位置のようなカスタムカラーを追加します。よいしょ。えっ、ー、と、じゃあ、私は青色が好きなので、青色にしておいて、 で、これを、えー、ネーム1とします。はい。で、えー、ダンで、やったネーム1が出来上がりましたね。ネーム1が出来上がりましたよ。はい。で、えー、スタイルに戻る。戻りました。戻ったような気がします。で、えー、カスタムから背景を設定します。バックグラウンド。はい。で、これをこう。おいいですよ。ここまでいいですよ。で、えー、保存をクリックします。セーブ。 ああ、<laughs> 見事に再現されました。素晴らしい。素晴らしい。本来ならここで青のままのはずが、えー、なぜか消えてますね。青にして、保存。保存。ああ、なるほど。ちょっと私いろいろ試してみたいと思います。これメガネっていう普通のやつだったらそうはならないですかメガネ、えー。メガネは赤にしましょう。じゃあ、ダン、ダン。で、 えー、スタイルに戻りました。で、バックグラウンドを赤にしてみました。で、これを保存してみましょう。消えない。なるほど。えっと、今ちょっと怪しいと思ったのは、これ、あの、インクリメントするんですよね。こうやって、1、2、3、4、5って。で、なので、えっと、いうことはですよ、これを考えると、ネームスペース1だとうまく動くんじゃないか説を、 えっと、唱えてみたいと思います。ネームスペース1ね。セーブ。うん、はい。で、えっ、ー、と、同じように背景を、えっ、ー、と、これにしました。ネームハイフォン1ね。はい。で、これでセーブするといかがでしょうか。いける。ってことは、えっ、ー、と、もし私がここでコメントするとしたら、えっ、ー、と、私も再現しました。 えっと、ネーム1のときには不具合になりました。ネームスペース1のときには不具合になりませんでした。また、えっ、ー、と、末尾に数字が入ってない場合にも不具合はなかったです。と、えー、いうようなことをここでコメントしてあげることもまた一つコントリビューションになり得ますかということだそうです。はい、ちょうど,どニーズテスティングのあの。 確かにテストが必要。はい。入、はい、っていうのこのラベルがついてる一周には特に、そのテストをしたよ、うん、こういう同じ再現したよとか再現しなかったよっていうのをコメントするだけでも、なるほど。ごい助けになると思います。うんうん、うんと、今、本当はちゃちゃっと書いてしまいたいですが、もう次行きましょう、一旦。<laughs> えっと。 えっと、じゃあ、これは、もう今ね、本当にユーザーの人いますから <laughs>、えっと、まあ、後で書いときます。コメント書くとしてですね。じゃあ、これを、えっ、ー、と、いざ、いざ、えー、原因の究明やら何やらっていうのを、えっ、ー、と、私はただオペレーターとして頑張りますんで、えっ、ー、と、トロさんとハモロさんと、なんとなくアイデアを出しつつ、えっ、ー、と、ちょっとやってみませんかっていうのが今日のちょっと面白パターンのとこです。はい。えっ、ー、と、やってみましょう。 ってことで、えっ、ー、と、まずは、うんと、これがアリーの、えっ、ー、と、今、グーテンベルクが開いている状態で、えっ、ー、と、NPM ランデブまでは行きましたというところですね。はい。で、えっ、ー、と、何かしらこの子に該当している内容があるはず<あ>あ、どうぞ、トロさん。まず、その前に、あの、一回、あの、バグってるカラーのパターンにしてもらっていいです。バグってるカラーのパターンにする。はい。ネーム、ネーム -1 ですか。 えっと、ちょっと待ってくださいね。はい、い,いんじゃないですか、うんネ。ネーム、スペースなし1か。こうだった。あ、ややこしい。えー、っと、こうで、こうで、うでカラーで、えー、っと、バックグラウンドを、この、これですね、これ。はい。で、それで一回セーブしてもらって、はい。リロードするとどうなりますかリロード。うん。青いです。 アウトレッ来てるなん来てるっぽい最初だけ。うん。ちょっと待ってくださいね。最初だけです。ここら辺も結構大きなヒントだよなって思いながら。なるほど。うん。そう、リロードしたらこう、結構再現手順として、まあ、まあ後でコメントするんでしょうけど、結構そういう、ちょっと、はいにまあ、別の操作とかやってみたらこうなりましたみたいな、やっぱ書くと、やっぱ情報は多ければ多いほど、あの、 特定ってしやすいじゃないですか。はい。要は、まあ、探偵、もう,そう,いうこと探偵みたいな,なんか話がありましたけどさ。はいはいはい。えー、はい。なので、あの情報多大いに越したことはないので、うそこら辺も見ておくといいのかなというのと、まあ、今ので、浜野さん、なんかわかりました。いや、めちゃくちゃ、ね、あの<お>実は一瞬にあのミミさんが結構重要な情報を貼ってくれてると思ってまして、はい、これです、ね、の方のスクリーンショット、ここ赤い部分ですね。うん、そうですね。 えと実はカスタム変数の中において、ね、このように、えー、プリセットカラーハイフンハイフンカスタムの後に名前になるですねでここの、えー、カスタムハイフン2になっている、えー、こっち側はしかしこっち側の参照は、えー、とカスタム、えー、ハイフンがない2に,になっているというところですねはいなのでおそらく CSS 変数はその 英語数字と続いた場合にそこをパースして間におそらくハイフンを入れるみたいな処理が入ってると思われるんですが、うん、それをボディ要素にあのバックグラウンドして適用するときにあののバーなんとかを生成するときに、うん、なんかそこのロジックに矛盾があるんじゃないかという感じがしています感じがしますねで今えっと3つこれ作りましたから えーとそういうことで言うと、それを一回ここで見てみると、またなんかあるかもしれませんね。うんと、ボディーですね。ボディー。はい。で、あると、えっ、ー、と、バックグラウンド、ここですね。ここ、えっ、ー、と、あ、今なんか、うんえー、カスタム、ネーム1。確かにここはハイフォンがない。うん、しかし、こっち側の、えっ、ー、と、ここだ。カスタム、 ネメガネにはそれがない。うん、だから、からここに余計なハイフォンが入ってるっていうのが問題って思えばいいのかな。えっと、ちょっと待って、もう一個、もう一個そのイン、自動で、でもこれあの、これ私の一周でやったやつなんですけど、うん、自動で数字のインクリメントが入るっていうのが、デフォルトの設定としてあるじゃないですか。うん だそれがなんか考慮された結果、おかしな考慮になってる可能性を感じません <laughs> えっと、カラーのパレットの、この頃、えっと、ちょっと待って、これ、今ちょっとこの子がわかりにくいから、メガネ1にするわ。うん、メガネ1。メガネじゃないな。まあ、いいか。メガネ1。これ,これもなんかわかりやすく、メガネ2。 メガネ2が分かりやすいかどうかめっちゃ謎やけど。OK, <laughs> OK。で、えっ、ー、と、こっち戻ってきました。リロードしました。えー、ボディに行きます。えっ、ー、と、ここの変数ですかあ<っ>、あ<ー>これですね。メガネさんすいません。あの、何でしたっけマウスカーソルーか何かで、あの、この部分、ズームアップ、ズームインできたりしますかなんだっけマウスコントロール。今、今、今、これ、<っ>これでしょこれ。 あ,あ、これなんですねああ。あ、見えました。大丈夫です。これよね、これよね。はい。えっと、これとあれを管理画面と一緒に出した方がいいね。うん、こうだね。えー、で、えっ、ー、と、こうで、こうで、こう。はい。こうですね。えっ、ー、と、ネーム普通1の時にもハイ配ンが入っちゃう。えっ、ー、と、メガネスペース1の時にも ハイフンが入っちゃう。てか、ハイフン入れてくれてる。うん、ってことは、自動でインクリメントする数字が入るだろう。そして、その前には必ず空白が入るだろう。でも、空白は、えっと、CSS センスには使えないよね。だから、えー、最後の文字が数字で、 えー、その前の文字列があったら、そこの間は、ハイホン入れようぜっていうような設定がなんかあるっぽい。でもう一つなんですけど、はいはい、私が、えっと、一週に、えっと、リレー a で貼ってる、一周があって、ちょっと見てもらいたいんですが、はい、同じような、えー、内容あ、上あ、もうちょちと上、上その、はい。 同じような話がえっとフォントの名前で数字がついてるやつでも起こってもおーくてー、まあ、これ多分関連してじゃないかなと思うんでちょっとヒントになるかなと思います、うん、いかがでしょうん <laughs> <laughs> すげえみんなで人に任せていくスタイル <laughs> でもとりあえず こういう時とりあえず WP プリセットみたいなのを全文検索かけちゃったりしますね、僕、こういうとき。これを生成しているコードはどこにあるんだろうってのを、うん、ひたすら探します、ね、VS コードだと、まあ、そうですね、そこに、うん。もしかしたらそれで出ないときも結構あるんですけど。あね、まあね。 でもこれあれだよね。カラー変数の話なんだよね、きっとね。ハイフン2つ ?WP ハイフンハイフン。そうですねあな。めっちゃ出てきた。すごいね。その,その感がすごいですね。<laughs> <laughs> リオトーン・グーテンバルク PHP。はいはい。まあ、この辺で。あ、これですね。スタイルセッティング PHP。とかね。ちょ、チャットにそれっぽい。えー リンクはちょっっと貼ってみましたなんか来た。あ、なお、これ今、世界最高峰の人たちがたどり着いてるんで、あのそんなに気にしなくていいです。ああ、なるほど。この WP カスタムホゲねな,なんとなくこれで出力してる感がす,気がするねすす。したので <laughs>。<laughs> <laughs> ちょっとこの辺、バーダンプとかなんか。なんかはい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 。はいはい。入ってみると、か。そう。うん うん、全然違うあのメソッドかもしれないですけど、自分も w p c u カスタムとかでググったら出てきました。そうあちょっと待って、今、今、そこすごい大事な気がするから、何で検索したって ?wp--? えっとですね、チャット欄に貼りますと、えっと、これか、これか。そうですね。そっかそっか、あのー、今のこの共通された CSS 変数の名前はどれも このここで、えー、とカスタムこれがついてたからこういう名前になってたんだから、まあ、とりあえずハイフォンハイフォンカスタムはなんかどっかにあるんじゃねみたいなあとはあのフロントエンドでおこも問題が起こってるということはおそ、うん、らく PHP で生成されてるはずなんでうん、うん、拡張書 .php で区切るとかえっとえっと、ちょっとその検索の仕方もごめんなさいね、うん、聞いておきたいこれで こうやって、でて含めるファイルを VS コードだと。あ<ー>、米、うん、.php か。こうか。<っ>はいはい、こうですね。そうすると、なんかそれっぽいものが出てくると。え<っ>今ね、別にね、えっとね、元八さんからもなんか来たよ。ここも怪しい言うて、うん。プロテクトスタティックファンクション。ああ、確かになんかこの。 WP ケバブケースうわー、なんか臭い。WP ケバブケースで、ああ、なんかこれあるぞ。あの、なんか見たことあるぞ、このあれ。<laughs> これ、まあ、まあ、ここら辺は PHP のドキュメントを見ていただければってあるんですけど、一応、この、これ、うん、まあ、STR、STR2 ロー、STR って言ったら文字列なの話な、はい、ドリングね。ではい。文字列をあの全部小文字にしますっていう感じです。2ローは小文字にするぞ。はい。 でその後この、たぶん、これ、WP2 ケバブケースっていう、はいはい、あの、要は、キャメルケースとか、ああいうのいっぱいあるじゃないですか、その大文字区切りとか、うんうん、そこら辺を、なんか、ハイフン区切りとか、そういうのにしたりに、アンダーバー区切りとかにしたりとかいうのが、多分これですよね。うん、これ、ストリングリプレイスしてますから、うん、スラッシュはこれはハイフンにしろとかですよね、これの場合はね。そうですね。うん、めちゃめちゃなんか、これ、怪しいな。 まあとりあえず1個1個やってみよう。えっと、まずここにバーダンプしてみる。うん、えっと、この4位の中がいいですか外がいいですか中にしてみましょうか。バーダンプ。あははははは。これ出るかなまず。えー、っと、あはははははってしましたから、えー、っと、ここに。 えっと、リロードですね。リロード。うん、多分こけると思います。なんか、どっかがおかしなことになってほしいなっていうことですよね。うん、もしくはあの、エディター側は JS でレンダリングしてるかもしれないので、フロントエンドかもしれないです。ああなるほど。はい、いここには、あはははははいないかも。まあ、あ、もう、こういうときに右クリックからのソース開くで全部検索しちゃうこともいあ、ですよね、ですよね。あ、これでもいいのか。 そうそう。あ、フェイタルエラーと思って。なんだ、お前。あ、これは、あ、メモリーがなんか怒られた。でもないね。あはははははないです。はい。じゃあ、フロントエンド。はい。フロントエンド。はい、どうも。なんか怒られました。すごい勢いで。うん、あ、アウトフメモリーって言ってますね。たぶん。あー、4チ、e、で。うん。いますん、ね。もう これ、治るんかえっと、あ、あ<の>治らへん。<laughs> ちょっと待って、これはね、私がね、こっちもなんか触ってる可能性がある。うん。ただ、これ、メモリ、おそらく使いすぎてるみたいな話、ね、ああ。これは私問題ですか、まあ、うん。んっていうのと、あと多分、これだ、あの、VS コードの環境、この WP プレグラウンド、はい、そんなに、あの、メモリが メモリとか割り当てがないと思うから。なんかエラーのメッセージがトランスレーターとかなんで、なんか、例えばデフォルトの言語に戻したりすると、直ったりしますかど、ね、簡 <laughs> ですけど。ああ、そっか。そうそ結構と、早くてメモリ来るんですよね。<laughs> えっと、じゃあ、ちょっとお待ちください。えー、っと、一旦画面を止めまして。 えっと、WPM の、あの、さっきお伝えした通り、えっ、ー、と、Now を消します。<laughs> 一旦消します。えっ、ー、と、ああ、なんか。と、えー、と、ここに来まして、はい、画面がやってきました。えっ、ー、と、こういう時はですね、えー、CD で、えっ、ー、と、ホームディレクトリあ、ここですね。 ホームディレクトリーにおいてリムーブ、RF、WP、これですね。はい。これを消します。はい。ありがとうございました。えっと、で、えっと、もう、これを止めて、もう一回動けってやると、ん、えっと、正しく動くはず。動いてくれるといいですね。なんか今日ね、あの、こういうふうにしたかったんです。なんかバタバタしてる感じがいいなって思いまして。え。 あのその方がなんかこうリアル感があっていいかなと思っております。えっと、まずはもう一回、えっと、ここのこれですね。えっと、クラス WPJSON テーマ、何がし、何がし、これ。えー、っと、これかなこれですね。これ。はい、あ、これ。で、えっと、ここのこれ。ここでもう一回、バーダンプを、あははははをここに入れて、 保存しましまで、これをもう一回リロードしてみます。あははは、めっちゃ出ましたね。うん、<laughs> えっと、出ましたから、じゃあ、これはこれで OK で、えっ、ー、と、今度はこの変数を取りたいですね。えー、とキーとかを取ればいいですか多分ん。あ、これ、僕、本当に今、あははは、絶対残します。あははは、残すんや。そうなんや。検索とかしやすいじゃないですか。 絶対ありえない文字列を入れておくとか。<ー>ここからここまでがデバッグテキストだよみたいなの。はいはいはい。なるほど。こういうことですね。あははははいなくなりました。あ、これカスタムカラーが今一回なくなったからですね、たぶん。そうですね。多分あ、そうですね多分そうですねえっ、ー、と、エディター。頑張れ私。頑張れみんな。 日本の力、歌の力。<laughs> <laughs> あの、すいません、私ね、大抵こうやって待ってるときにふざけちゃうんですよね。<laughs> えっと、で、ここで、えっ、ー、と、メガネ1。これがあかんやつね。うん、えっと、えっ、ー、と、これは、グッド1。グッドスペース1。うん、1> はい。これでセーブ。オッケーで、えっ、ー、と、ここ行って、 えー、バックグラウンドでメガネの方にしてセーブってすると、えー、保存されるが白い。あ、いいですね。もうめちゃくちゃ再現してますからね。で、こう突っに来ると。はい。で、えー、っと、リロードして。なんであどこ行ってんのあおよ先生。 いなくなりました。アハハハが。こうやって WPNow ってあの、プラグインデフォルトで有効化されるんでしたっけされるはず。されるはずですね。まあでも、グテンブあ、見えてるんで有効になります。あと、僕はただなんか見つけたようです。なるなんか来た。この、ちょっとこの WPCLI ツールを使ったみたいなやつの、あの、ワードプレスのそのコマンドラインでの実行環境がまた別途あるんですけど、これはちょっと、うん、 あのプレイグラウンドだとな今のとこないので、うん、プレイグラウンドは使わないですねすみません、ちょっと手元の別の環境で全全然全然ケ全バブ関数にをテストしてみたら、うん、多分今、問題の現象が再現してるかなと。PHP の関数を WPCLI で実行できるんですよね。あのえー えっと、ちょっと待って、今、じゃあ、元八先生、お願いします。今の、ここの、これでいいですかこのクラス WP テーマジェイソングテンベルグ PHP でいいですかそうですね、その1887行目。はい、1887行目。はい、やってきました。ここですね。どうしたらいいかなこれを使わないようにした方がいいのかこの多分、WP2 ケバブの中を直すのは多分違うと思うので。はい、うん そこで使うべきじゃないのかああそ,うその関数通さないようにするとどうですか、ね、えっと、とりあえずです、ね。はい、とりあえず、これを。あ、これをこうってことですね。それと消しちゃう。はい。うん、う,いうことですね、うん、そのまま。ね、はい。じゃあ、取って、なんとかして、出す。あれ <laughs> えっと、えー、っと、アピアランス、違う、エディター。あ、なんかいきなり、あ、え、これ、なんかさっきと違くないあ、ここまでいいんか。ここは色ついたけど、この後消えるって話だったよね。あ、消えた、消えた。で、あ、消えた、消えたっ、ね、て。<laughs> よくない <laughs> よくないよくない <laughs> よくないよくいやいや,いやあのやってると消えた消えたあのバグでバグが再現して安心するようになりますマジで <laughs> <laughs> でセーブはいああれ一緒だなあの<や> CSS 編集み見,見てみませんどうなってああはいはいうんよいしょえー、っと メガネ配布1のままっすね。うん、で、こっちはメガネないですね。ただ、でもこの関数がそのネーム1を入れると、うん、ネーム配布に一貫しちゃうってことは分かったんですよ。うん、どうなの今、そう、今この、このモタツさんのこのコメントってパッと画面に出せる。どれ,ど,れど,れどれ、どれ、どれ、どれ。あ、これ、これなんかちょっとダブルティングのチャットで w p <の>イーバルホゲホゲってやつそうです。よいしょ、ちょっと待ってね。たぶん、あ、そうです。はい、はい、はい。どうぞ。そこの、この、たぶん、この三行目が、うん、そ,その、WP というケーバブケース、ネーム、アンダーバー一を実行したら、あ、今、その下にあったこの十十行目です、今。ネーム一ネーム、はい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 、なるほど。 っていうことは今分かったと。ああ、なるほど、なるほど。ってことは、うん、えっと、一旦これを、えっ、ー、と、これを、とりあえず、なんか分からんけど、とりあえず、ああとかにしてみてやねっていう話はね。まあ、こうすると、いい全部、ああで変えるはず。そうですね。はい。えっ、ー、と、あこれはでも、どこにも変わってないね。あれ、私、これちゃんと動かせてんのかじゃあの、僕だったら、あれ、うん。 この関数使ってるファイル他にあるのかなって思います。これだこれアン、いや、アンダーバー WP ってケバブケースを使ってるとこどっかにないかなって。このトラッテンツリーって以外にもしかしたらあるかも。いっぱいあるよ。9個のファイル、19個も使ってるよ。うん、その中でど、でも、その中でどれかな、どれかかもなってのは思います。ああ、なるほど。タイポグラフィー見事に使ってるから、これそれっぽいよね。あの、さっきのあの、うん、 あの関連してたりになってたところのイシューのやつ。あとは、フォントフェイス、フォントリゾルバー、インデックスギャラリー、インデックスページリスト、えー、スタイルエンジン、スタイルエンジン。あなんか、きなくさい。<laughs> またきな臭いやなんか、それ、なんか怪しいやつ出てきました、ね。エクストラスラグケバブケースに、フロームプリセットストリングス。ええポイグザン p ヘビリーブルー。 プロム、バープリセットカラーヘビリーブルーに変える。これ縦棒に変える的なやつだね。あ、だからちょっと違うね、うん、ここがね。うんうん、とまあ、えっと、えっと、今、円も竹縄なんですけど、あの、なんとなく、今、 やめんのちょっと嫌って思った人が多かったでしょう。<laughs> あの、こうやってハマっていていただけたらありがたい。なんか今もうちょっとで見つかりそうじゃねってなったじゃないですか。<laughs> 今ね、こうやったら。なったでしょ、今。そしてなんかすごいチーム感あったでしょ、今。<laughs> あの、これがきっと、 楽しいといいなって思うんです。<laughs> こういう、こういう番組毎週見たい。いや、違うんですよ。これを一緒にやりましょうって話なんです。え別にこれ解決できなくても、例えばこの,このだ、ケバブケースが怪しくないみたいなことをコメントするだけでも結構。そうですね。えー、あのー、 僕は本当にそんなに技術はないですけど、さっきみたいに再現できたなっていうところまではわかるわけですから、再現できたよっていう声が出るだけでもいけますし、あの、ね、今みたいに元八さんみたいにちょっとこれケバブケースこうやったら確かにこうなるわっていうのだけでも、あ、じゃあそれがヒントになりえるかもなみたいなことがありまして、一人でやるよりも楽しく、なんか一人でやるよりもいろいろ早くなる可能性がありますゆえ、 あのもしよろしかったら、ぜ、え、ひ、っと、こういうことにご参加いただけたらどうかなと思いますし、あの今後もこういうのをあのご,きょご好評いただけそうなら、ちょっと定期的にやってみて、あの人がたくさん増えたら、それはそれで嬉しいことかなと思いますので、えっと、どうせ今ね、話聞かずに、ね、デバッグしてる人がいるからね、さすっといきますよ。<laughs> <laughs> ということで、えーと、こんな感じです。で、うん、例えば今、ちょっとゴールしたものも一応ね、あのご覧いただくとしたら、えー、と別のイシューでね、こういうのがありました。今と全く同じ場所なんですけど、ここ、あの数字がインクリメントされてたじゃないですか。カラー1、カラー2、次はカラー3、カラー4ってなってたんですけど、ここ、日本語翻訳関数が入ると色に変わるんですね。でもそうすると、 えー、色さん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 ってなるっていうバグがあったんです。で、これもあの見つかって、これを、あのもちろん私一人では全然何もできなかったんで、トロさんとかに手伝ってもらいながら、あの一応解決したっていうプルリクエストがあります。で、うん、えっと、ここでプルリクエストを作りますという感じですね。自分でコミットしたものをプルリクエストして送りますで、えっ、ー、と、これは何なんですかっていう、プルリクエストにもちゃんとしたフォーマットがあるので、 えとイシューがしっかり書かれてる時には、このイシューについてたよみたいに投げちゃっていいっていうふうに言われたんです、そうしてますが、まあ、なる可能ならこの辺を書いていただくといいかなって感じでして、えっ、ー、と、これするとですね、すごいことに、グテンベルクとかって、あのレビューする前に、すごい数のテストが自動的に走ります。で、まず、この、そもそもこのテストがちゃんとクリアしてないとあの、マージするステップまで進まないっていうことがあるので、 あのこのあたりもすごく勉強になるんじゃないかなと思いますしあの実際のエンジニアの方であればそういう作り方プルリクエストをいかに安全に受け取るかみたいなところのノウハウにもなるかなと思います、えー、その他例えばタイプスクリプトで書かれてますのでタイプスクリプトの書き方とかテストの書き方とかプレイライトの操作の仕方等々もいろいろここにありますので、あのー、今みたいに眺めるだけで 時間はどんどん解けていきますが、その分きっと何かしらいいことがたくさんありますので、えー、とぜひあの今のが楽しいなと思ってくださった方は、あのそのことをまずはあのツイッターとかで書いていただけたら、あとで YouTube じゃないや、wordpress.tv にも載りますので、その時にあのみんなが見てくれたら、これが多くの人に伝わったらいいかなと思いますと。<あ>ということでとちょっと補足としては、あの下の,この,テ,スあのテストの自動テストを 結構不安定な部分も結構あって、たまに落ちます。よくわからない理由で落ちたり。っていうのが、このパペッターって、あの、いわゆる、あの、実際にワードプレスを動かしてテストしてみるみたいなやつがあるんですよ結構これが重かったりしてて、よくわからない理由で、あの、落ちたりして、まあ、したりして、それをなんかその新しいプレイライトってやつに書き換えて、それを安定化させようみたいな、この、 グーテンベルグとして出荷されるコード以外にも結構そういう取り組みとかはあったりして、うん、レポジトリあるんですが、そこら辺もめちゃめちゃやってて面白いのかなっていうのと、あとはトリリックでなんかよくわからないけどパスしないなって、うんまあ、思ってもまあ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 みたいな、<笑><笑>まあまあそういうこと,んなこともあるよっていうのは。はいはい。なるほど。はい、うん、ということで。 はい。えっと、もうすいません。だいぶ時間が来、あのー、ましたから、一旦ここで切りたいかなと思います。あ、ありがたい。早速コメントいただきましたね。えー、っと、I'm the same happened to me. I had the same problem っていうことを書いていただいた。これは、えっと、大泉さんかな。ありがとうございます。あ、本橋さんも書いてくれた。 I tested this issue by attending contribution to Gutenberg event in Japan. あ,ありがとうございます。<laughs> イベントの宣伝までしてもらった。ありがとうございます。で、こうなったらこうなったよっていうのを書いてくれたということで、えっと、これに私はとりあえずいいねをしとくということだけを一旦して。はい。えっ、ー、と、はい、じゃあちょっと画面を。 えー、以上にさせていただいて、はい、ありがとうございました。長時間にわたって、えっと、ご参加いただきまして、そしてあと今日ゲストスピーカーとサポートスピーカー、いろいろとあって、ト、えっと、ロウニさん、浜野さん、ミミさん、ご協力ありがとうございました。あのこの調子で、えっと、こういう会がもし増やせたりして、えっと、もしくはこういうことに参加できる人が増えて、あの 今まで遠かったと思っていたコントリビューションがちょっとでも近くなったり、そういう人が増えると嬉しいなと思いますし、あの、こんな毎日ずっと続けることなんでね、あの、本当に簡単ではないんですけども、あの、みんなで協力できたらきっといい未来がありますし、なんか上手になるのは結構嬉しいですよ。これで解決できたら結構みんなで嬉しいと思うし、いいお酒が飲める気もします。<laughs> <laughs> はい。ので、そんな形でやっていただければと思います。トローニさん、最後どうぞ、一言。ああなんか、ちょっと、楽しかったね。<laughs> 楽しかった。<laughs> うん、めっちゃいいじゃん。そう。そう、そんな感じでやってますよ、本当に。うん,うん、うん。だから、まあ、解決でき、ちゃんと自分でね、プルリクエストまでできたら、それはそれで嬉しいんですけど、うん、まあなんか、こういうの調べて、実際に、 まあ、これで、もしかしたら他の誰かが解決するかもしれない。その時に、なんか結構、やっぱコメントももらったりするんですよ、ね。あ、それヒントだったわ、ありがとう、みたいな。うん、で、まあ、それとして、あの、それこそ、あの、海外の、あの、全然僕らが、あの、行ったこともない国の人とかとコミュニケーションのきっかけになったりしたりして、なんか、そう、楽しいんですよ。だから <laughs>。めっちゃいい。めっちゃいい。<laughs> だからまあ、まあね、毎、本当。 まあ暇を見つけてね、本当、1日,そんな1日です、ね、30分とか、まあ、1週間に1時間でもいいんで、そうやってコツコツやっていくのが、多分こういうのになん,かややなんでしょう、まあ、うん、なんかそう長長、細く長く、だんだんできるようになっていく秘訣なのかななんていうのは、ちょっとやってとてはい、ありがとうございます。えー、あいよいよ、どうぞ、いいですか。 <laughs> せっかくだから、浜野さんとミミさんもちょっと喋っておきます。ミミさんどうぞ。<laughs> 楽しかったです。はい、えっと。みんなでワイワイするの。ね、一人でこんなやるのも。もあの延々多分浜野さんとか。毎晩毎晩 <laughs> あの。お酒飲みながらやってらっしゃるっておっっしゃってましたけど。みんなでやるのも楽しいですね。ういう時間また取れたら嬉しいです。ありがとうございました。浜野さんもどうぞ。あ、はい。あ 一つちょっと大事なこと、情報がありましその、初めてコードでコントリビュートして、はい、あの、マージ、あの、メインブランチ取り込まれると、自分の名前が、あの、アバウト、アップデートした時のアバウトページのクレジットに名前が出ます。うん、というメリットがあります。あと、うん、ドットログのプロフィールにも、多分、コアコントリビューターって出ますよね。出ます。はい、そう,いう。プレス本体に出ます。出ますよね。<laughs> そういうバッジがもらえたり、はい、名前が載ったりっていう、 まあ、自己満足もありますので、うん、ぜひやってみてほしいと思います。ありがとうございます。はい。と、はい、いうことで、えーと、じゃあ今日はここまでということで、なんかちょっといい機運だったと思います。また、もしよろしかったら次回やりたいと思いますので、その時もご参加ください。じゃあ今日はここまでということで、ありがとうございました。録画止めます。録画の人もお疲れ様でした。ありがとうございます。